少しやりすぎたのではないですか。宮中で噂になってる妖怪の件でしょうか。病を治して必ず戻ってこい。はい、お約束いたします。もうすぐお迎えに行きます。本当に自殺だったのか。はい、そのように聞いております。なぜだ。呪詛のことを悔いたのではないでしょうか。そうか、少し休む。あとは頼んだぞ。かしこまりました。少しやりすぎたのではないですか、兄上。クラジマロ、久しいな。息災であったか。おかげさまで。呪詛は大罪だ。その責任の重みに耐えきれず、自ら命を絶ってもおかしくない。あくまでも、白を切り通すおつもりなのですね。嘘も方便だ。お主も上手に生きよう。ずいぶんと人が変わられたな。少し疲れが出たか。井上内親王と長部親王が亡くなったこの年、後任天皇の即位について藤原の桃川らと共に便宜を図っていた藤原の倉島路が急死します。桃川、倉島路が亡くなったそうだな。はい、残念ながらこの間会った時は元気だったんですが。まさか井上が。それはないかと思われます。井上内親王様は自らの罪を悔いて亡くなられました。そうか。まあ、あの井上に限ってたたりなどあるはずがないか。しかし倉島路が亡くなった翌月、伊勢の国と尾張の国、そして美濃の国を暴風雨が襲い、伊勢神宮にも大きな被害が出ました。こたびの伊勢神宮の復興、誠に大儀であった。ありがたきお言葉。しかし災難でしたな。ああ、まさかあれほどの暴風雨が来るとは。私も驚きました。何の音じゃ。見てまいります。暴風雨が起きた翌年の776年に、大理や都の屋根に瓦や石、土塊などが降り注ぐ現象が20日以上続き、さらにその翌年には宮中に妖怪が頻繁に出没したという記述があります。まったくどうなっておるのだ。お呼びでしょうか。遠路はるばるお越しいただき誠にありがとうございます。宮中で噂になってる妖怪の件でしょうか。そうです、清麿殿に僧侶を手配していただきたい。馬鹿げた話ではあるが、信じる者が多い。ここらでお祓いをしておこうと思いまして。皮肉なものですね。仏教を遠ざけようとしていたあなたが僧を使ってお祓いをするなど。背に腹は変えられないということです。何人必要ですか。600人ほど。600人。そんなにですか。そのぐらいやらなければ意味がありません。よろしくお願いいたします、清麿殿。かしこまりました。そんなさなか、内大臣で桃川の兄の藤原義継が亡くなってしまいます。そして後任天皇と山野辺親王も病床に伏します。失礼いたします。おお、来てくれたか。山野辺の方はどうであった。一命は取り留めました。あとはゆっくり休めば時期に治るでしょう。そうか、よかった。義継は残念であったな。寿命だったのでしょう。倉島路も義継も私を天皇にと推薦した者たちが次々と亡くなっている。偶然とはとても思えん。それに都の空に荒々しい竜の姿を見たなんて者もいる。私はその竜が井上ではないかと思っている。二人の死は偶然です。ご安心ください。竜に関しても雲がそう見えたのでしょう。宮中を騒がせている妖怪も
僧侶を600人ほど手配しお祓いをしておきました。何から何まで任せてしまってすまない。私がこんなことになってしまったから。お疲れだったんですよ。今はゆっくり休んでください。桃川、最近毎晩同じ夢を見るんだ。鎧を着た者たちが大勢現れて私の方に迫ってくる夢だ。公認天皇様はお疲れなのです。今はゆっくりお休みください。私は疲れているのか。わかった。言葉に甘えるとしよう。後のことはすべてこの私にお任せください。では失礼いたします。まさか公認天皇も山野辺親王や私と同じ夢を見ているとは。ここまで来ると信じざるを得ないのかもしれませんね。たたりというやつを。公認天皇が病に苦しんだこの年の冬には雨が降らず井戸や河川が枯れ果てました。この一連の話は鎌倉時代の水鏡という歴史物語に記されています。同年の暮れには井上内親王の遺骨を改装して墓を御墓と追称することが決定しました。藤原の桃川よ、己の心は恥じましたか。もうすぐお迎えに行きます。楽しみに待っていてください。桃川、桃川よ。天皇様、大丈夫か。だいぶうなされておったぞ。お恥ずかしいところをお見せいたしました。少し楽しくない夢を見まして。鎧の夢か。いえ、違います。そうか、私は最近見なくなった。それはよかった。ところで何のご用ですか、こんな朝早くに。山野辺に天皇の位を譲ろうと思ってな。お主の意見を聞きに来た。上皇になられるのですか。そうなるな。といっても政治はすべて山野辺に任せるつもりだ。悪くはないと思いますよ。何か言いたいことがありそうだな。少し突然すぎるかと思いまして。山野辺親王は才にあふれたお方ではありますが、精神的に弱い部分がございます。もう少し世の中が落ち着いてからの方がよろしいかと存じます。お主がいれば問題ないであろう。公認天皇様、私ももう長くないようです。まさか井上の。いえ、寿命でございます。最近体の具合がよくありません。ずっと働きっぱなしで休みを与えていなかったからな。私自身が働きたかったのでございます。そうか。公認天皇様、今さらながら天皇に即位したこと後悔しておられますか。後悔していないと言えば嘘になるな。あのまま飲んだくれで生きておったら井上と離れることはなかった。そうですよね。でもそれ以上に楽しかったぞ。お主とこの国の未来について思案する日々は。それに井上のあんな喜んだ顔を見ることもできた。お気遣い感謝いたします。病を治して必ず戻ってこい。今の平城京にお主以上に頼りになる者はおらんからな。はい、お約束いたします。779年、公認天皇を支えてきた藤原の桃川が山野辺親王の即位を見ることなく48歳でこの世を去ります。藤原の桃川は幼少より才能にあふれ、各官職を真面目に務め上げたという記録が残っています。さて、次回の百花繚乱歴史伝は現在の東北地方で起こった反乱、蜂起の乱にスポットを当てたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。